付属が付属がこれですね。付属がそれですね。はい、ひょっとしたらそのカラーワッシャー2枚もいらんかもしれないですね。はい、なるほど。これと、はい、まあそうです、これが付いてるものですね。そうです、そうです。はい。ネジと。はい。まあ純正。はい。あの上に白い樹脂のが、はい、あれが ABS のユニットらしい、はい、ユニットですね。まあカバー。あれ横にピンが2つあるのはい、黒のピンですね。はい、まあ、反対側にもあるんですけど、はい、あれを了解です。内張り剥がしの、はい、ちょっと暗くて申し訳ない。いや大丈夫、その辺の駐車場でもできそうな作業なんですけど。そうですよね。ちょっとね足元なんでやっぱバケットとかしてたら、はい、狭いかもしれないですけどね、はい。楽ですね。楽でしょ。いいか。はい。普段松さんこのバケット履いとったら姿勢ええっすか。姿勢いいっすよ。はい。ドライビングポジション、はい、こういう感じでいいんで。でも、うん、肩が前に来るんですよね。このああこっちからね。はい。だからもうちょっと僕ちょっとこう。ここは分厚いんで、もうちょっとこう、こうしたいんですけど、こうなっちゃうんですよ。肩が前に来るという。はい。左足ってどうなってます？左足僕、こんな感じ。こういう感じなんですよ。で、今ね、フロア履いてるんですけど、うん、こういう状態になってるんで、うん、ちょうどそれつけたい、これが除去できるんで、いいかなと。そうですね。で、僕の場合、通勤も、サーキットも、左足ブレーキなんですよ。あ、そうなんですか。はい。こういうカートみたいにしてるんで、でちょうどこの辺にやったらいいかなと思ってこう、うんうんうん、はい、ああなるほどね、こういう感じで、うん、普段はこうして、あブレーキいるなと思ったら近づいて、あはい、もう街乗りから、街乗りからもう練習で、最初慣れずにね両方踏んだりしてね、うん、してたんですけど、なるほどね、はい、あということで、これあそれが外れます、パカッと取れました、外れました、言ってる間に、はい、でそうすると。この上っ側に2つのネジがあるの分かります？ユニット止めてる黒いネジが、あこの上から止めてる、はいはいはい、これですね、はい、それです。それを外して、はいはい、そこのネジとともじめでプレートをつけ る、あこういう感じでこの2箇所ですね。そう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 、はい、どうしようもないですね。マッツさんカーペット履いてるからめっちゃ作業しやすい。カーペットある人はカーペット履いてもらって、でちょっとカーペットの位置決めをしてね、穴開けをしてもらうと、カットしてもらうとね、ボルトが通らないんで。そうですね。取れるんですけど、それでスプレートをつける前に。はい、バーを先つけるとくんですよ、はい、バーがこういうふうになってて、そうですね、ネジ切りになってて、はい、でワッシャーを使う感じですか？そこにワッシャーは使わないですね。使わない、はい、つけてこの位置ですか？はい、この位置で、この位置ですね。で、裏これ六角、はい、こういう感じでして、はい、六角ですね、はい、ここどれが合うかちょっと、はい、もしかしてあ、合わへんすか。ないやつかもしれない。ないやつですか。そこでカラーを、これね、この下にね、あちょっと高さあれ低いでしょ。なるほど。この位置でしたらこういう感じですよね。はい、そのままでしたら。はい、はい、はい。で、これがちょっと出てるんですね。これ。そう、縁がね。盤の ABS のユニットの縁が出てるんで。縁が出てるんで、そこに、はい、高さ合わせるためにカラーを、ですね、はい、ここに置くと。はい。わかりました。こういう感じですね。そうですね。あなんですけどね。すんなりと。あすんなり行きました。はい。であとはもう先ほどのラチェットを使ってもらって締めるだけで。こういう感じですね。はい、こういう感じ。でも完成。はい。はい。
これでちょっと座ってみてください。こういう感じですね。はい、どうですか。いいですね、高さ的に。高さ的に、はい、もうちょっと長かってもいいかもしれないですけどね。いいですね。ブレーキがちょっと中央気味にある。こういう感じでね。こういう感じの感じになりました。まあ普通の人でしたらこうですね。うん、そうですね。っていう感じですね。はい、まあだいぶね、その純正の下の発泡スチロールから比べると、はい、だいぶ上がったんで。だいぶ上がるんで、そのこの右と左の位置が同じっていうのが高さがね。あ、高さがね。このアクセルの。うん、はい、これがやっぱり人間のこう、そうなんですよ、自然のこう感じで、そうなんですよ、今まででしたらこういう感じだったんで、僕ね、それどころか左足をもっと手前に置いて、うん、そういう感じにしてまうんで、はい、どうしても右が力入るじゃないですか、はい、でこうこんな感じの姿勢なんですね、はい、その姿勢がこういう、うん、藤本さんの声と声と、そんな感じの姿勢。ヤンキー走りで。違う。ヤンキー走りで。こういう感じ。ほんまそんな感じになるんですよ。まだちょっと開けて。まだちょっと開けてね。だからね、ちょっと長距離とか乗ったら左足のももが、ね、確かにこうなるんで張ってくる、ね。張ってくるんですよ。こう踏ん張るような感じで。ちょっとコンビニ喜ばれて寄った時になんかこう重たいぞみたいな。左足が張ってるみたいな。ももがね、はい、うん。あるんですけど。自然な感じですね。こうなると踏ん張れるでしょ、はい、右と左と。で、ガーッと踏ん張ってみてください。ガッと。はい、結構強度も。ありますね。はい。いけるでしょ、よっぽどの。よっぽどの、ね。200キロの人じゃない限り。はい。いけるでしょ。いけるでしょ。これまあ、うん、普通の人はこうですね。やりやすいと思います。そうですね。はい、位置が一緒。一応ね、ミッションの人にもつけてもらって、はい、親分とかミッションやけどつけとうじゃないですか。はい。はい、と思って、でまあ長さはそれぐらい、ね、うん、それぐらいにしとんですけど、クラッチ買わせるような感じですね、はい、そう、渋滞の時とかクラッチずっと踏んでしまう傾向にあるんですね、はい、僕さんも、ね、ハンクラハンクラ、うん、はい、なんかね、そういうのでも楽かなと思って、はい、こういう感じで簡単でしょ、簡単です、ね、まあ10分ぐらい、はい、僕でもできました。松さん入れるしな、もうということで、これを除去できます。除去できます、はい、これが入ってるんで、それね、はい、これ除去、なんかね、それだけちょっと浮いてる感じになってたからね、はい、で戻してもね、戻してもここにいきますもんね、はい、うん、はい、いい感じです。で、あの ABS ユニットのカバーも外したんで、はい、軽量かね、軽量か何グラムでしょう何グラムか分からないですけどね、はい、いや、あのユニットカバー外すとは思いつきませんでした、うん、ちょっと走りますか、走りましょうか、走りましょう、僕も走りますよ。